はい、皆さんこんにちは、ガリアです。今回はですね、今、さっきプロスピースの、プロスピパークの、報酬を全部回収し終わりましたので、今回はそちらの開封をしていきたいと思います。今回は、基本的にはだいぶ欲しい選手は決まってるので、スピードスター、今回のプロスピパークの、主報酬、主な報酬である、スピードスターについては、中日の大島選手を狙って開けていきます。で、あとの、ゴールド契約書と S ランク 30% 契約書が一応あるので、そちらも何が出るかなっていう感じかな。今日はね、やっていきたいと思います。はい。よし。で、今回は、ちょっとまた量が多いので、スピードスター B が3枚、B が2枚、スピードスタージチーム B が2枚。で、スピードスター A が3枚、スピードスター自チーム A が3枚、新外国人の A、これは前回のイベントのやつかな。A が1枚、A ランク契約書3枚、自チーム A ランク契約書1枚、ゴールド9枚、S ランク 30% 1枚の全部で28枚。今回も量が多いので、B ランクについては、後でスクショで載せます。後でじゃないね。今からスクショで載せます。それでは、どうぞ。はい。ということで、B ランク契約書は全部引き終わりました。で、スピードスター S ランク契約書については、今回は後で引くとして、A ランク契約書、ゴールド契約書、30% 契約書っていう感じで引いていきたいと思います。では、まず A ランク契約書からいきます。はい。木村選手ですね。お、バルデス。いいっすね。で、これで A ランクは終わったので、あとは自チーム A ランクかな。引きましょう。誰だ？おー、吉見選手。今シーズンあんまりまだ勝ててないですけどね。もうちょっと勝てるといいですけどね、吉見もね。よし。さあ、じゃあ、イベントの方は、新外国人だけちょっと動画内で開けますかね。あとはもう、ちょっと自分で開けときます。よし。はい。おー、阪神のキャンベル選手ですね。よし。じゃあ、あとは、ゴールドと、S ランク 30%、 10枚引きますか。よし、行こう。ドン。さあ、ゴールド2枚目。広島の戸田選手かな。3枚目。小熊選手ですね。なかなか光らんな。
はい、横浜梶谷選手。お、A ランク以上確定ですね。A ランクかな。はい、お、誰だ。おー、上林、ソフトバンクだね。はいはいはい。来い。さあ、誰だ。はい、八地選手ですね。うん、ああ、そっか。ちょっと一回またボックス整理していきます。はい、じゃあボックス整理してきたので、残りはゴールド3枚ぐらいだったかな、あと。よし、行こう。おお、またかじてに。でゴールド。うん、出ませんね S ランク。はい、うん、出ねえぞ。よし、ゴールドはこれでラストですね。よし。で、ゴールドが引き終わったので、残りは S ランク 30% 引きますか。よし。カモン。ああ。ああ。A ランク。おお、杉山選手ですね。中日が出たのはいいけどね。S ランク、S 選手出ませんでしたね。まあ、前回の40連の時に結構いろいろ出てるんで、まあ、欲張りすぎは、かな。はい、ということで、まあ、せっかくなんで、じゃあ最後に自チームで一回大島選手出して、スピード、自チームスピードスターで最後大島選手を出して終わりますかね。はい。よし。じゃあ、大島さんいらっしゃい。おぉ。はい、大島選手ですね。大島はね、前の、2016年シーズンの A ランクを持ってるので限界突破とかも結構早めにできたりするので大島をちょっと早めに育てていければいいかなとは思っております。はい、ということで、うん、今回は残念ながら S ランクは出ませんでしたね。うん、まあしょうがないかな、前回あんだけ出たしね。うん、よし、ということで、まあ今回は、の動画は以上になります。うんと、でまあこれからねまたいろいろまあ、ただこうやってガチャの開封とかね、報酬の開封だけしてるのもつまらないかなと思って、一応ね、次回、まあ、今回、次回からかな、その時々で気になった中日ドラゴンズのニュースを、少しずつ喋っていければいいかなと思っております。はい、ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。